で今後の展望を最後にお話しできればと思うんですが、いろんな方面に展開していこうと考えています。この微生物、特に微生物層、微生物、いろんな微生物がいる多様性があるところというのを人間が俯瞰的に見て設計して制御していこうという、こういった方向の、新しい分野の技術というのは、既存の育種であるとか、あとは農薬であるとか、あとは作物学であるとか、いろんなものが現代の農業を支えています。そういったさまざまな分野で発展してきた技術と、足し算もしくはそれに対して掛け算のというような形で使うことができると。今までのやり方というのを新しいやり方で代替してしまうというよりも、より農業を強くしていくのに使っていける新しい路線のものであるというふうに私は考えています。で特に菌根菌ではなく内製菌というものが使えるというふうになってきましたら、これ培養が非常に容易ですので、幅広い、しかも宿主の範囲、いろんな植物種に関われるものが多いですので、もう幅広い植物種、育種ですと例えばトマトのこの系統だけにしか適用できないと、一つの研究はそれだけになります。ですが内製菌でしたら、ありとあらゆる、例えばトマトに使えるだけではなくて、もう果樹の梨にも使えるとか、そういったこともありえます。ですので一つシステムを作ってしまえば非常に応用範囲が広がるというふうに考えています。非常にチャレンジングな課題ではあるんですが、今までにないタイプの応用の展開が期待できるというふうに考えています。で我々はですね、実験室でも作業をしています。これはうちの学生の藤田君がいろいろ微生物を扱ってくれているところなんですが、どの培地を使ったら、培地の種類も例えばこれ30とか試しています。どういう条件だったらどういう微生物が出てくるか、もしくはどういう微生物のセットが実験室内で保つことができるかといったことを、泥臭いんですがそれをもう丸ごとやって、そしてそこの大量のデータというのを情報学で解析するという、こういったことを蓄積しています。またですね、現在いろんな工学分野の、例えばマイクロ流体工学といったようなものが発展してきています。ですので微生物のこのセットというのを非常に小さい、100分の1ミリくらいのスケールのこの油で囲った水滴の中に、微生物の組み合わせを作って、微生物同士のこの中でいい組み合わせはどれかなというのを選んでいくというようなことも今後可能になるかもしれません。でさらにそういったことを工場のプラントみたいなところで、微細加工技術を使って、植物の種に、小さなスケールで植え付けてやって、でそれを自動化された、播種機なり、苗植え機で入れていくというようなことまでも考えていけたらなというふうに考えています。でここでポイントはですね、農業の現代農業の肝といいますか特徴はモノカルチャー、一品種を大量に同じ面積、大面積で植えるというところがあります。でそういたしますと、ある例えば干ばつがあったりとか、もしくは病原菌の新しい系統が現れた場合に全滅するというリスクがあります。でいろんな品種を入れたらいいじゃないか、もしくはいろんな作物 の種類を入れたらいいじゃないかというような動きがもちろんありまして、それは最終的には私はそれが大きな解決策になると思っています。ただなかなかすぐにはそういうことはできないと思いますので、そういったことをやる前にまず微生物だけは苗の間で違うと。ですのでこの微生物のセットが苗の中に入っているこの個体というのは病原菌の A には対しては強い、こっちは A に対しては弱いんだけど B に対して強いとか、そういったことが可能になってきたら面白いんじゃないかと思っています。そうしますとより大規模なところでプランテーションとか作られている形というのはとにかく大規模でやってますね。一度こけると大打撃を受けます。もちろん個人の農家さんも一度何かあります大打撃を受けるわけなんですが、いずれにせよ農業経営というのはリスクの分散というのは非常に大事になってくると思っています。でそこに対して微生物層というのは品種がのことを一旦置いたとしてもすぐに使える技術として今後展開できるのではないかなという希望を持っております。でさらにですね、時間的に、去年はこういう微生物を植えたから次の年はこうしようとかっていうところもちゃんと考えて、でそこはある程度シミュレーションであるとか数学的に扱える部分もあります。もちろんビッグデータであるとか AI とかも使えるでしょう。そういったところで土地の中での例えば窒素リンの動態とかを予測しながら、で病気の広がりを抑えるようなこの配置であったりとかを考えていくということも必要になるんじゃないか、こういった生物多様性というのは、いろんなものがいるというのはみんなが一気にこけないということが起こる非常に重要な原理です。でその生物多様性というのを最大限に生かしていく、で願わくば最小のコントロールで
人間的人為の介入で土着の微生物たちで、まあ、こういったことがうまくやっていけるようなシステムというのをデザインしていくというのが面白い一つの動きになるのではないかなというふうに考えています。まあ、さらにいろんなドローン技術であるとかエア技術、そういったものができてきますと、まあこれドローンで、まあ、10分かそれくらい北海道の広大なところを飛びまして、ジャガイモのどこで圃場でどこで病気出ているかというのを取った私の共同研究者の方 のデータになるんですが、まあ、こういったことができるようになってきますの で、まあ、いろんな情報が得られます。でそれをまあ持ってきて、でここで今後未来植物が何かやられてしまうなというところに新しい、なんかこう未来を予測して、それに対してそれを予防的になんか対処するということも今後可能になってくるかと思います。まあ、こういったところに微生物も関わってきたらなというふうに考えております。で、まあ、土壌というのはいろんな環境問題が進行しているまさにその現場であるとともに、まあ、絡み合った、で今後、まあ、温暖化であるとかいろんな生態系の劣化とかそういった問題というのがよりなんかこうお互いに絡み合って暴力的な大きな問題へと膨れ上がっていくということが考えられますが、そういったものに対しては複合的に解決できる核というのが必要になるかと思います。まあ、そこにやっぱり土壌、そしてそこにいる微生物というのは一つの大きな希望だと私は考えていまして、で、まあ、そういった視点で見ますと、例えばここの皆さん今日お帰りになるときに時計台を出て左手を見ていただきます吉田山があります。この吉田山一つを取りましても有用な微生物というのは非常にたくさんいると思われます。数万種、まあ、それくらいはおそらくいるでしょう。でその中から特に面白いものもたくさんいます。役に立たなくてももちろん生物は面白くてそれで尊いわけなんですが、一つの里山を取っても未知の生物たちがいて、それが面白い働きをしていて、場合によっては我々人類を助けてくれるかもしれないと、そう思うだけでも生物多様性というのは非常に楽しいな、なんとなんか素晴らしいものなんだろうというふうに感じられるかと思います。まあ、食料生産、人類のことばかりことで考えてきましたが、私はもともと動物学者ですね。例えばオランウータンがいつまでも野生状態でいれるような森が地球上にあるということがいいなというふうに思っています。まあ、そういった場合にもやっぱり森を再生していくと、これランビル の森なんですが、まあ、こういったところがちゃんと保たれていくようなもの、まあ、ランビルからはもう実はオランウータンいなくなってしまっているんですが、まあ、こういったことも考えています。でですね、そう考えていかなければ食料生産の場と、まあ、熱帯雨林を切って畑を作るとかってことはやっぱりあるわけなんです。ですので自然生態系を守りつつ、でも自然生態系に管理近いんだけど食料生産もできるというようなタイプの生態系でもこれから増やさなければいけない。生物多様性の保全と人類の食料生産というのがいつまでも競合するような圧力のある状態ではいけないと思っています。ですのでそこは地球生態系上で、まあ、壊れてしまった森であるとか生態系というのはある程度食料生産ができるけど生物再生が戻ってくる場として位置づけて、そして微生物を使った強い植物体、非常に強い日射でも生きていけるとか、栄養が少ないところでも微生物を取ってくれるような苗を作って植えていくとか、まあ、そういったことでやっていければなというふうに考えています。まあ、そうした上でネットワーク のこの植物と菌の森全体 の構造というのは非常に役に立ちまして、これこういうデータを別の観点から解析し直しますと、森の中にいる植物種同士でどれだけの菌をこの種とこの種で植物種で共有しているかと、そういったデータに直していくことができます。でこれいろんなタイプの菌がいますので、同じ森でもこの外生菌根菌と呼ばれるもので構成される、この植物この植物はなんか一緒に菌を地下で共有しそうだというようなものと、アーバスキュア菌根菌というもので見た場合のその森というのができます。じゃあこの植物を植えればこの植物にも波及効果があってということが分かってきますので、じゃあどういう俯瞰的な視点で森全体を作っていけばいいかというところにも非常に大きな示唆を与えてくれるんじゃないかなというふうに考えています。で、まあ、こういったこと、まあ、地球全体のことというのは今現在人類全体で考えていこうという機運が高まってきています。皆さんこの SDGs の表を見たこと終わりかもしれませんが、まあ、企業活動もこういった地球全体の持続可能な発展を考えなければなかなか立ち行かない、それは社会的名声もありますし資金も集まらないという時代になってきています。ですので人類全体がこれはもう生物多様性の保全というものが
奇特な、ある意味私たちのような奇特な生物学者や市民の方々 の、 そういった動きだけではなくて、人類全体の課題として今動いてきていて、そこにはみんな歩み寄っていけるようなものがあるんじゃないかなというふうに考えております。でですね、最後になりますが、今菌たちをたくさん集めているんですが、これ近くの森から取ってきた猫というのは本当に、数ミリというのはこういうシャーレの上に 1,2,3,4 と置きまして、そうしますと何日か後にはこうやって菌糸が広がってきます。でこれ面白いんですね、これ一つのもうほんの5ミリくらいの根っこがここにあったんですから、そこからもともと多分一緒に入っていたんでしょう、2つの菌がこうわーっとこう出てくるというようなことが見えたりします。で、毎日研究室に行って寒天林の甘い匂いを嗅いで、菌たち今日はどれくらい伸びたか何が出たかなというのをこう見ると、それだけで非常に科学者ってやっぱりすごく楽しい生き方だなというふうに思っていて、ぜひ若い方、この会場にいらっしゃるかもしれませんが、科学者というものを目指していただける方がいたら楽しいなと思っています。で、いろんな菌たち、これも何だろうっていうような菌たちいろいろいるんですが、こういったものをどんどん蓄積していまして、もう彼らの生態というのを調べて、で我々の今後の未来にどう関わってくるかなというのを想像していると。で、植物に植え付けてみたら、なんかこうやっぱりなんか意外にこうカビみたいに見えるんだけど枯らさないんだなっていうのが分かりまして、これがどう植物を強くしているかというのをこれから見ていきたいなというふうに考えています。私もともともう一生ある意味基礎科学だけを突き詰めていって好奇心で生きていくというふうに思ってこの分野に入ってきたわけなんですが、そこでただ現在の地球の研究対象である生態系の危機というのを非常に感じてきました。そういったところから一方でさらに人道的な問題として人類全体に行き渡る食料がないという状況があります。そういったところで俯瞰的に考えて生態学者、科学者、一科学者としての知見で何かできないかなという、そういったことが実は基礎科学というのを刺激しまして、でそこで新たな発見があって、その興奮というのがまた新しい展開を見せていると、非常にそういう、基礎科学と応用科学ってなんかせめぎ合うもののように普段言われるんですが、そこはお互いポジティブなフィードバックが働いて非常に新しい動きになっていくんじゃないかなというふうに考えています。そこで重要なのはやっぱりもう純粋な自然現象、学問が発達してきますと、そこにはこの学問的な観点からはこう考えるべきだとか、そういったいろんなしがらみというのは実は出てきます。学会の中でもそういうのはもちろんあります。ただやっぱり一番最初にあるのは自然現象だと思います。自然現象があってそれをもう深く理解したいという純粋な好奇心があれば、学問分野の枠なんてそんなのどうでもよくって、必要なものを全部集めてきて解明していく、そこの純粋な好奇心というのがやっぱり一番大事にすべきものだなというふうに考えています。でそこで見えてくると、いろんな新しい科学の展開があって、そして私たち人類の未来に関わるような展開も見せるんじゃないかなというふうに、希望を持って研究をしているわけです。さまざまな共同研究者たちと関わってきていまして、多分全部今まで私が大学院生の頃からの共同研究者を集めてリストにします、多分100名超えてしまうかなというところあるんですが、ここ何年か一緒にやってきた人たち、ここに挙げさせていただいています。いろんな国の方たちもいますが、非常に刺激的な生活を送らせてくれている仲間たちに感謝して終わりたいと思います。ありがとうございました。